上越海上保安署によりますと昨日午後5時ごろ上越市の柿崎漁港から漁に出た第3和光丸が戻らず仲間の船が捜索したところ漁港から1.5キロほど沖合で転覆しているのが見つかりました乗っていたのは上越市柿崎区の男性漁師で新潟海上保安部の巡視船などが付近を捜索したところ今朝8時過ぎ 現場から3キロほど離れた沖合で心肺停止の状態の男性漁師が見つかりその後死亡が確認されましたベタなぎでとてもしっくく転覆するようなあの状況ではなかった上越海上保安署は漁に使う網が船のプロペラに絡まった影響で男性が海に転落した可能性もあるとみて 詳しい原因を調べています。